予選のすべてのカードが終了。明日の準優勝戦進出18名が決定。今回も高いハードル 6.00 の上位着順の差での決着ということになりました。最後の18番目の椅子ゲットしたのはフレッシュルーキー武田和也、見事に勝負がけ成功となっています。一方上位の座トップ通過は片岡正弘、三島誠司、福田正勝とこのトップ3ががっちりとその座を守って明日の準優勝戦絶好枠を手にしております。これより2つのカードは一般カード。第11レーススマイル選抜です。1号艇福田正和、2号艇塩田雄一、3号艇秋山博一、4号艇大見翔吾、5号艇中村明友、6号艇川上清人です。1号艇福田正和、堂々の3位での通過、明日の準優勝戦絶好枠であります。ここも陰線、明日の予行演習となるでありましょうか。インコースに進入、2コースには2号艇塩田雄一、3コースには3号艇秋山博一です。今日予選最終日のオープニングカード、インから押し切っての白星であります。そして戦線離脱とはなりましたが、4号艇大見翔吾、今日もきっちりと勝って初日の2日目以降は全て白星であります。5コースに5号艇中村明人も、6コース6号艇川上清人、3対3のスタイル11レース一般競争スマイル選抜、1番2番3番4番5番6番でスタートしました。ダッシュ勢わずかに優勢、4号艇5号艇6号艇インからは1号艇福田正和です。そのまま押し切っていきたい1号艇福田、3号艇秋山がまくる、まくり出しは5号艇中村、内から2号艇4号艇6号艇佐藤も押し切った1号艇福田正和が独走。2番手は5号艇2号艇両者の争い、内側に2号艇塩田雄一、外5号艇中村明人も、内からは4号艇6号艇予定も迫る。11レーススタートは正常です。2番手争い注目、2号艇塩田の外側分回す、5号艇中村明人も、内からは6号艇4号艇も差してきますが、わずかに2番手守る2号艇塩田雄一、しかし外から判定審査5号艇中村、内からは4号艇大見翔吾が艇を並べていく。ここで2番手3艇が横並びとなった。レースは2周の1マーク、4号艇の外側つけまい観光、2号艇塩田も内から受け止めて先手を取った4号艇大見翔吾がわずかに逆転2番手に、判定審査の3番手に2号艇塩田、内に変わった5号艇中村明友もまだまだ虎視眈々、2番手争い三つ止め、その間にぶっちぎりは1号艇福田正和です。2周2マーク4号艇大見翔吾、潜り込む5号艇中村の懐ついてくる2号艇シャープなサシャンドル、塩田雄一このサシャンドル届くかどうか、しかしわずかに2番手キープは4号艇大見翔吾、上位体型は1番4番2番、最終周回に入っています。先頭はぶっちぎり1号艇福田正和、2番手は4号艇大見翔吾、2号艇塩田雄一が今度は懐ついてくる、サッシャンドルでバックストレッチに入りますが、ここも2番手4号艇大見翔吾がリード、1番4番2番の体勢、4番手はここで水が湧きました5号艇中村明人も、後方3号艇6号艇で最終コーナー、先頭はインからきっちり押し切りました福田正和、2番手は4号艇大見翔吾、道中逆転、しかし3番手から虎視眈々、2号艇塩田がラストコーナーも鋭く差してくる、ホームストレッチに入ったがわずかに4号艇大見が優勢か、2番手の争い接戦、先頭1番福田ゴールイン、2着は守った4番大見、3着2番塩田ゴールイン、5番中村ゴールイン、3番秋山、ラスト6番川上ゴールインです。